とバタ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 、しとったんで、動画撮るのがね、ちょっと最後の、もうね、これで20日1日だ、これですけどね、あと1箇所、下ろして、帰るだけなんで、まあ今日の工程的には全然まだ楽だったかなっていう感じの、工程でしたね。まあ帰りの荷物も決まっとったんで、やっぱし何ですかね、帰りが決まっとると、組み立てじゃないですけど、いやここでこう積み替えて、あそこでこう積んでっていう形が取れるんで、やっぱ頭の中で高線連携、亜線連携っていうのはやっぱ、頭の中に入るんで、でもこう代わりが決まっとるとやっぱ楽ですね。まあ内容的にはね、ちょっと、近くに止めれなかったりとか、どうしてもねちょっと離れたところから歩かにゃいけんかったっていう部分もあるんですけど、まあなんとかなんとか、釣れたんで、よかったです。よいしょ。でね、もうこれで、インター降りて、最後、会社の近くですけどね、1箇所だけ、降ろして、帰るだけです。よいしょ。手前で撮りたかったんですけどね、なかなか、ちょっと撮れるタイミングっていうのがなくて、まあここまでちょっと引っ張ってきたんですけど、一応毎日更新じゃないですけど、なんとか、上げれるように、撮らんといけんなと思いつつ、まあね、どっか休憩とか、泊まったところでとかなんか撮りたいんですけど、やっぱなんですかね、僕らが泊まるところってもうお店の中とかお店の前でとかしか泊まらないんで、パーキングもね寄りたいんですけど、この時間もやっぱしパーキング結構いっぱいなんで、なかなか、寄れるとこがなかったりとか、やっぱそんなんが多いんで、もうね寄らずに、もうまっすぐ、なるべく前で動かないんで、まあ、途中ね一箇所周南の方で、ちょっと下ろしがあって、まあそこを下ろしてからの、帰りになるんで、まあこんな時間になったかなーっていう感じはあります。よいしょ、車来てないね。 OK、 よいしょ。なりたいとかっていうわけじゃないんで、キャリアカーの仕事っていうのがで、やっぱし本当に、お店に入れないとこもありますし、ほとんどがね、
路上での作業っていうのがやっぱ多くて、ね、オークション会場とかはね、やっぱ中に入れるようになってるので、基本的には中に入って、作業するっていう形なんですけど、やっぱこの職種の違い、普通のね、一般貨物とか、センター、ね、路線便とかに比べたら、やっぱちょっと、大変な部分があったりとか、車を乗せるっていうことをやっぱり自分一人で、やっていかないといけないし、でその中で、皆さんうちの運転手みんな、しんどい思いしながら、ここで作業したらいいんじゃないか、ここで作業したらいいんじゃないかとか、言いながら、ね、日々、ね、クレームを言われながら、ね、何もないですよ何もないです。車もいないですよ。なんかよく反応するんですよね、カーブとかでね。なんかパイロンとか、なんか反射テープがついてるときなんか変に反応しますよね。びっくりするんですよね。こんな速度も出てないので、まあね、そういう感じで、この業界も結構大変な部分が、ね、あったりするんで、なかなか、新しい運転手っていうのもなかなかね、入ってきにくい、部分があるんですけど、まあ、これが本当のね、キャリアカーの仕事じゃないですけど、どうですかね、貿易関係とか運んでるね、キャリアカーの方とかはもうほとんど港とかで、一般の店の前に泊まることなく、ね、オークション会場から持ってったりとかっていうのがあるんで、基本的に街中で作業するっていうことがないのもあったりもするんですけど、ほとんど僕らはもうね、一般のお客さんのお店に持ってったりとかするんで、なかなかね、作業する場所がなかったりしてやっぱ困ったりもしますし、そういう中で、作業をしていかんといけんので、まあ今後ね、いろんなところでやっぱクレームもあったりもするし、ここで作業できになったっていう部分も結構ありますし、この業界のなんかもうちょっとこう発展じゃないですけど、なんかこう栄誉にならんのかなっていう感じは自分の中ではやっぱしありますね。どうしてもね、通報されたらやっぱおまわりさんも来ますし、やっぱそういう部分でみんな、通報されないように頑張って作業してますし、なるべくね、近いとこで皆さん作業したがるんで、でやっぱ大通り面したとこでも作業したりとかするんですけど、なかなかね難しかったりするんで、やっぱ僕なんかはこうね、あんまり車が来ないようなとこ止めてやったりもするんですけどね、まあ、そういう中で頑張って、みんなが作業してやってるんでね、あとこのキャリアの業界っていうのをね、周りのこの動画を見てくれた人がね、ちょっと遠い目でじゃないですけど、長い目でこう、ね、頑張ってるんだろうな、どうか取りてるんだろうなっていう感じで見てくれたらね、本当にね、助かります。なんかこんな話も前にしたような気もしますけど、まあ本当に、皆さん頑張ってるんで、で他のね、うちの会社だけじゃなく、他のね、県にもいろんな陸送会社がありますん で、そういう人らもね、そういうところで作業したりとか、やっぱするんでね、なかなか、
難しい部分はあってもあったりもするんですけどね、今後もねこういう作業をしてるのを見たら頑張ってるなって、頑張ってねとかっていう感じで思ってくれたら本当に助かります。ではね、もうちょっと着きますんで、この辺で終わりたいと思います。よいしょ、ちょっと一旦止まろう。休憩中に、家での休憩中に見られてる方、家でのんびり、見られてる方、走行中に動画を垂れ流しで見てくれている方、ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。お疲れ様でした。ポチッとのです。